暑い日が続きますね。熱中症などにならないように、水分補給はこまめにしましょう。暑いんだぜ、こんな日にはかき氷でも食べたいな。そりゃ、暑くもなるわよね。明日は、日本最高気温の日の一つよ。そりゃ、やっぱりかき氷が欲しいんだぜ。冷たいものばかり食べてると、お腹を壊すわよ。水分ばかりで、栄養が取れないから夏バテになるわ。冷たいものばかりじゃなくて、熱いお茶でも飲んでみたら？熱いお茶なんて、飲んでられっか。もう、十分、熱いんだぜ。騙されたと思って、飲んでみなさいよ。体温が上がる分、外の気温が涼しく感じるし、汗もかいて、体の表面が冷やされるわよ。暑いからって、体を冷やしてばかりいると、余計に暑く感じるんだから。それから、栄養も取らなきゃね。何か、精のつくものでも食べるといいわ。美味しいもの、食べたいんだぜ。視聴者の皆さんも、夏バテに気をつけてね。それはいいとして、記念日紹介に入ろうぜ。そうね。まずは、ヘッドラインから。7月25日月曜日は、こんな日になります。日本最高気温の日山形、かき氷の日、日本住宅公団発足記念日、旨味調味料の日、比較過敏の日、ハンダ漬けの日、体外受精の日、夏子の日、かき氷食べたいんだぜー。日本最高気温の日、昭和8年1933年7月25日、フェーン現象により山形県山形市で 40.8 度を記録しました。日本の最高気温が更新されたそれぞれの日付を、日本最高気温の日とされているんだぜ。山形県山形市の記録は、最初にできた最高気温の日ね。その後、74年間、この記録は塗り替えられなかったわ。平成19年2007年8月16日、埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で 40.9 度。平成25年2013年8月12日、高知県四万十市江川崎で 41.0 度。平成30年2018年7月23日、埼玉県熊谷市で 41.1 度。令和2年2020年8月17日、静岡県浜松市で 41.1 度。近年になって、いきなり記録更新されてるんだぜ。これも温暖化の影響か？どうかしらね。ちなみに、世界の最高気温は、1913年7月10日、アメリカのカリフォルニア州デスバレー国立公園のグリーンランチで 56.7 度なんだぜ。また、世界気象機関非公認ではあるが、1921年7月8日、イラクのバスラで 58.8 度を記録してるんだぜ。かき氷の日、一般社団法人、日本かき氷協会が制定しました。かき氷の別名に夏氷というのがあり、夏氷の夏号な何語に置き換えた語呂合わせから、7月25日が採用されています。また、昭和8年1933年7月25日、フェーン現象により山形県山形市で当時の日本最高気温 40.8 度を記録しています。そんな暑い日はかき氷が美味しい。ということも7月25日が選ばれた理由の一つとされます。日本住宅公団発足記念日、昭和30年1955年7月25日、現在の都市再生機構にあたる日本住宅公団が発足したことに由来します。旨味調味料の日、味の素の日、日本旨味調味料協会が制定しました。日本旨味調味料協会って、味の素主催ってオチはないだろうな。安心して。当時、旨味調味料の製造をしていた旧社によって発足した組織よ。現在は、味の素株式会社、三菱商事ライフサイエンス株式会社、ヤマサ醤油株式会社株式会社新進の4社が会員となっているわ。そうか、話の腰を折ってごめんだぜ。明治41年1908年7月25日、東京帝国理科大学の教授だった池田菊苗博士が、グルタミン酸塩を主成分とせる調味料製造法の特許を取得しました。旨味調味料の日は、この特許が取得された日を記念したものです。
その後、現在の味の素株式会社になる鈴木製薬所に製品化を依頼し、味の素という商品名で販売されました。やっぱり、旨味調味料については、味の素が一歩先んじてるんだぜ。旨味調味料は、それまでにない調味料だったため、化学調味料と呼ばれ、公害問題等のあった際には、さも有害かのように吹聴されました。が、実質は、ただのアミノ酸なので、過剰摂取でもしない限りは安全です。アミノ酸なんかより、塩の方がよっぽど、毒性があるんだぜ。致死量も、塩の方が少ないぞ。旨味調味料の日は、旨味についての正しい理解と、旨味調味料の普及を目的としていますが、化学調味料の誤解を解くためにも、こんな日が必要なのかもしれませんね。知覚過敏の日、知覚過敏用歯磨き剤シュミテクトを製造販売するグラクソスミスクライン株式会社が制定しました。7月25日が、かき氷の日であるので、かき氷で歯が染みる知覚過敏を結びつけて、この日にしました。かき氷の日の便乗会。ハンダ付けの日、NPO 法人、日本ハンダ付け協会が制定しました。ハンダが7種類の元素からできていることと、ハンダ付けに最適な温度が250度であることから、組み合わせて、7月25日が選ばれました。ハンダを構成する7種類の元素は、スズ、パラジウム、インジウム、銀、カドミウム、ビスマス、アンチモンの7つだぜ。前は、鉛が入っていたけど、環境に悪いから、鉛を含まないハンダが使われるようになったんだぞ。体外受精の日、1978年7月25日、イギリスのマンチェスターにあるオールダム総合病院で、世界初の体外受精児が誕生したことに由来します。生まれた子供は、2610g の女の子でした。世界初の体外受精ということで、試験管ベビーなんて呼ばれたりしてたぞ。でも、別に試験管の中で成長したわけじゃないぜ。受精後は、受精卵を子宮内に移植されて、母体で成長し、母体から出産してるんだぜ。夏この日、株式会社オフィス IKD が制定しました。全国の夏子さんが、自分の名前を大切にし、名付け親に感謝し、夏子という名前に誇りを持ってもらうことが目的とされます。制定した株式会社オフィス IKD では、毎年7月25日にサロンコンサート夏子の会を開催しています。夏子の会は、ソプラノ歌手、赤峰夏子と山本夏子が、自分たちの名前にちなんで企画したもの。ダブル夏子で企画したんだな。夏バテ解消に、精のつくものを食べたいんだが、何がいいかな？そうね、タコなんかどう？タコは、夏が旬なのか？うん。夏が旬とは言い切れないかもだけど、タコは明確な旬というのがなく、産卵のピークである夏が旬だとする説もあれば、冬が最も美味しいとする地域もあります。中の人は、愛知県在住なのですが、春頃に知多半島へ行くとゆでダコがたくさん出回っていたのを覚えています。でも、タコで有名な日間賀島では、タコの旬は夏だとされています。タコは、グロテスクな見た目から、西洋ではデビルフィッシュと呼ばれ、敬遠されているんだぜ。まあ、私は好物だけどな。ヨーロッパでタコを食べる文化があるのは、ギリシアとイタリアくらいなものらしいぞ。日本が輸入するタコの 35% は、モーリタニア産です。モーリタニアでも、タコは悪魔の魚として、触るのも嫌なものでした。ところが、モーリタニアの漁業振興のために派遣された日本人、中村正明氏が、現地でタコ壺漁を教え、輸出用のタコ漁が盛んになったという経緯があります。でも、相変わらず、モーリタニアではタコは食べないみたいだけどな。タコの生態で、驚くべきところは、心臓が3つあり、脳が9つあるということでしょう。化け物じみてるな。タコには、メインとなる心臓の他に、2つあるエラにそれぞれ補助的な心臓がついています。タコの体は、全身が筋肉の塊のようなもので、生きたタコを捕まえたことのある方ならお分かりかと思いますが、とても力強く、筋肉が発達しています。この筋肉をフルに活用するためには、体内にしっかりと酸素を供給する必要があり、酸素を取り込むエラに、補助的な心臓がついたというわけです。
心臓を潰しても、まだ二つあるから平気ってわけじゃないんだな。補助の心臓なら、すぐには死なないかもだけど、メインの心臓を潰されたらおしまいね。また、タコには胴体にメインの脳を持つ他に、8本ある足のそれぞれに運動中枢の集まりである脳が配置されています。タコは、自由自在に動く足を使って、瓶の蓋を開けることができるくらい賢い動物です。でも、筋肉が複雑に発達した足を8本も動かすのは、処理が難しそうですよね。それで、メインの脳の指令により、個別の判断をそれぞれの足の脳で行っているということです。人間でも、ある程度の反射行動などは、脊椎で制御してるんだぜ。脊椎のようなものが8つあるということかな？運動の補助的なものだけど、脊椎よりも高度なものかもしれないわね。タコは、主に塩茹でして食べますよね。最近では、刺身で食べることも多くなり、イタリア料理ではカルパッチョにすることも多いようですね。アヒージョの具材としても使われます。タコは、その体の9割が筋肉です。そのため、年配の方には硬く感じることも多いようですね。タコの料理は、いかにタコを柔らかくするかという工夫が凝らされたりします。例えば、タコを棒で叩いて柔らかくするのですが、より柔らかくするために大根で叩くというのもあります。大根には、タンパク質を柔らかくする酵素があるので、叩くと同時に、酵素の力でタコを柔らかくするのです。同様に、大根おろしに漬け込んだり、揉んだりすることもあるようです。小豆にもタコを柔らかくする効果があるらしいぞ。タコの桜には、タコを小豆と一緒に煮たもので、とても柔らかいんだぜ。今回は、ここまでです。明日の話の種になるようなネタはありましたでしょうか？日本の最高気温の更新は、2000年以降に偏ってるんだぜ。地球温暖化の影響かもしれませんね。試験管ベビーが生まれた日だぜ。試験管ベビーって言っても、別に試験管で育ったわけじゃないわよ。受精だけ、外でしたら、あとはお母さんのお腹に戻して、普通に出産しているわ。このチャンネルは、毎日8時に新しい動画を公開しています。公開翌日の、記念日や、それにまつわるちょっとした雑学を紹介しています。もし気に入ったなら、チャンネル登録しておくと、チェックしやすいんだぜ。また、コメントがあると、励みになるので、いただけると嬉しいんだぜ。感想や、間違いの指摘などいただけると幸いです。では、この辺で、明日も特別な一日を。